まずは手を落とします。ギューって押し付けて、では次に今度は円の練習じゃなく、少し筆を伸ばして書く練習をします。次の色は赤を使います。こちらの487レッド、今の青の下の方に赤を作っていきます。先ほどの筆は筆洗い、これはクリーナーで草壁のクリーナーを使っています。こういうジャムの瓶などに入れています。汚れが一番底の方にたまりますので、底の方をかき回さないように上の方にの壁にこう打ち付けるようにして洗います。そこには触らない、一番下の部分に汚れがたまっています。そして洗った筆はよく押さえて、クリーナーの液体は吸い取ります。でオイルによく筆全体を浸します。そしてそれも少し吸い取ります。そして今度は伸ばす筆の動きの練習をいたします。その場所ですが、お皿で言うとこの今青いお花がある線上の間のところにこう埋めていこうと思います。こういうところです。では筆を絵の具の状態のいい場所にこう筆をつけます。そして余分な絵の具はトントンとタイルで落として、で伸ばす練習、こう置いたらスーッと左側、右側も置いたら
スーッと上に伸ばします。で、今度真ん中にスーッと上に伸ばして、真ん中の右側スーッと伸ばします。ここまでできたら一旦筆をペーパータオルで拭き取ります。タイルで整えて、この真ん中の部分に色がほとんど薄くしかついていない筆でこうして伸ばします。これはこういう風に見て、こちらに茎を描きますとチューリップになります。逆に見まして、ここからこのような茎を出すと釣り鐘草ですね、カンパニュラになります。もう今回は茎は下に描こうと思います。チューリップにしようと思います。ぎゅっと押し付けて、スーッと筆を上に持っていくようにします。だから筆の高さですね。こうまずは筆を落とします。ぎゅって押し付けて、少し動かしてからスーッと持ち上げます。筆を落として上に持ち上げ、落として持ち上げる。それでこの落として持ち上げるときに細くなります。で、真ん中にも2本、ここまでできたら先ほどと同じように絵の部分をちょっと面ペーパータオルで取り、タイルの上でちょっと形を整えます。そして真ん中をほとんど色がついてない筆で押し付けて、スーッて持ち上げる。そうすると、ここに先端が尖った形ができます。乾いてないうちは何度こう貼り直しても大丈夫です。もう一回ここをなぞっても大丈夫です。これで2種類目のお花ができました。3種類目のお花はここに描いていきます。この間のところに。